はい、こちらなんですけどね、もう僕が何のね、関係のお菓子のフィギュアかってね、言わなくてもこれね、見ただけでわかります。もうこれいいですよね。可愛いんですよ。毎回言ってるんですけど、可愛いとかいいっていうのは、まあ、聞いてる本人、僕のね、価値観なんですけど、こちらだったらね、ごめんなさい、ピントが合わないですね。はい。ルドルフはどこだ？これね、可愛いでしょ、ほら。多分これがルドルフなんですよね。このキャラクターがね、サンタで、この鹿をね、袋の中に入れてるんですよ。ほんで、またね、ここほら、足跡をね、つけてるっていうところが、これまたいいんですよ。で、こちらのもう一個の方がね、こちらは、今日は僕のもの。クリスマスバージョンですね。このほら、靴下をね、長靴をこう、そうですね。これ黒い長靴。まあ、靴かもしれないですけど、靴をね、こう置いて、ベッドの中でね、このおじさんが寝て、ほんで、反対にはほら、クリスマスツリーがね、あるんですよ。で、この袋をね、持ってるんですよ。ほんで、ひょっとしたら今日は僕のものっていうのは、このおじさんいつもね、サンタの格好し、人に、プレゼントあげるわけなんですけど、今日はね、僕がプレゼントもらうよっていう、そういう表現のおもちゃかもしれないです。間違ってたらごめんなさいね。ほんで、こちらもね、たまーに僕フィギュアショップで見かけたときに、中古でよく売られてたんですよ。当時はですよ。で、詳細をね、僕はっきり分かってないんですけど、確かね、コンビニで買ったらこれもらえたやつだと思うんですよ。確かね。でね、当時これ買うの忘れてて、うわ、欲しいなと思ってたらね、これ今回の福袋に入ってました。これいいんですよ。でね、わざと今回僕が最初にね、これなんたらのお菓子って言うんですけど、僕これね、なぜ今回そのお菓子の商品を先言わなかったかって言ったら、これね、人によったら、これのお菓子の名前をね、プリングスとか、プリングルスって、ごめんなさい、プリングルスっていう人がいるんですよ。僕よくね、間違ってプリングスって言ってたんですよ。ほんで、僕の周りはね、プリングルスって言ってるんですけど、実は、一番ね、ちゃんとした言い方は、っていうか、一番ちゃんとしたね、正式名称は、プリングルズなんですって。ズ。惜しい人だったらね、プリングルスなんですよ。でも僕は、全く違うね、プリングス。で、でもね、プリングスっていう言い方する人も、まあまあたまにいるんですよ。で、惜しい人が真ん中の、プリングルスね。で、ちゃんとした正式名称はプリングルズなんですって。なんでもね、やっぱりこう、人から人に伝わってね、勘違いすることが伝わって、こう、なんていうんですかね、こう、間違ったことが人に伝わって、その人に伝わったのがまた違う人に伝わって、なんかこう、ごっちゃになってるんでしょうね。まあね、これプリングルズの、おまけ付きです。で、間違ったらごめんなさいね。確かね、コンビニ限定で売られてた、プリングルズのね、先っぽにこう透明のケースがあって、本当にこのポテトチップスのね、この感覚があって、こうやって、こう、透明のケースにこうやって入ってたやつやと思うんですよ。まあ、今の僕の言い方で伝わるかどうかわからないんですけど、はい、こんな感じでね、以前からやってる僕はお菓子のね、おまけ付きとかも集めてますので、僕のね、動画の内容がいいと思ってくださる方、ぜひチャンネル登録とコメントの方よろしくお願いいたします。